今回はオーストラリアの釣り具屋さんに来てみました、はい、なんか BCF って書いてあったですね。ボートキャンピングフィッシング頭文字 BCF。 わお、わお、外国の釣り具屋さん初めてですね。いいね、ワームにお絵描きする。おすげえ、特感がワームに。徳ちゃん、スパイダーマンロット。おスパイダーマン、スパイダーマンロットあるじゃん。これ買っていこうよ。買いましょう。ほら、君の欲しかったやつ。ほんでや、今はいらない。今はいらない。え、これ絶対いるやろ。おー、それいるやろ。ですね、でも徳ちゃん、これもやろ、色塗る。あー、これ買うべきやろ。消えないんすかね。これ穴釣りに使おうよ。スパイダーマンロット。めっちゃいいっすね。ねえ、あそこにテトラにこうへばりつく。しかもまあまあちょうどいい。いい。もうちょいやばい方が良かったかな。でもいけるいける。でも普通の穴釣りロットぐらい。うん。うわー、かっけえ。ナイフと。かっけえナイフ、ライト。ライト。フルセット。おお。あ、バックに。うわー、すごいこれ。うん。これ何？なんすかね、え、これ超かっこよくね。かっこいい。でもこれなんか国を渡れなそうだ。うわー、これ欲しい。国の羽物。羽物あるんだね、こっちにもね。なかなかなんか泳がんやったりする。あー、これ欲しい。あ、俺それいい。バラマンディやん。おバラマンディ。バラムンディ。これいいね。バラムンディいいね。ちょ、ルア見に行きたい。ルア見に。ルアはどこにありますかね。ルアが全然あった。わお、ポップ。うお、海用すか。かっこよくね。で、ジャッカル用品あるらしいけど、うん、高級すぎて、うん、あんまり買う。贅沢品だ。ショーケースの中にある、ガラスケースとかにある。え、でも値段そんな変わんないじゃんね。うん、1800円。いや、これ日本でそんなしない。半分ぐらいなんだけど、うん、ビッグバック？ジグも、ま、もう丸出しやる。ジグ丸出し。あ、でもこの、かっこいいなぁ。あ、エギあるよ。エギ文化がある。イカ釣りたいね。パタパタみたいな、なんかエギが。ちょっと見て見て見て、なんこれ。これめっちゃ釣れたりしないのか。これ買って帰ろうよ。リアルイカ、うん、え、これな。これ、エギだよ、これ。エギで釣れんの、こんなんで。サイズがちっちゃいのからでっかいのまで、うん、すげえでっかいのまで。すげえちっちゃいのもあるけど、すげえな。あ、デバイクシーありましたよ。あ、これ使ってたやつだ。王子ショボタンが使ってた。ジャッコはないね、ジャッコ。ジャッコなんか贅沢品らしいです。入れてあるらしいです。どこにあるの？なんかガラスケースの中に。うん。贅沢品らしいです。ジャッカル製品を探せ。ジャッカル製品がないんですよ。こういうショーケースに。アブガルシア。おお。こんな感じで、ほら、ほら、ハッタさんありましたよ。ジャッカル。ジャッカルも。高級品全部ないやん。あ、でもこれもジャッカルって書いてある。トランザムだ。人気なんだ。それがからトランザム。あ、トランザム、ジャッコ。これ本物ですよ。これ本物。やっぱジャッカルは高級品。ちょっと高いですね、やっぱ30ドルぐらいする、ね、3000円高級品だ、うん、わお、ナイフ。ナイフ超かっけえ。かっけえ。あ、こういうのでさばいてたね。これ本当に欲しいけど持って帰れないんだろう。これ本気で欲しい。めっちゃいいっすね。めっちゃかっこいい。買っちゃったで。買っちゃったで。なんかマイコがスーって消えてた。変ななんかメタリックエビとスパイダーマン。これ穴釣りにいいよね、うん。いい感じの短さだ。これなんなんだ。これ俺も持った。これなんですか。キャスト練習よ。なんか重り的な。キャストできんだそれ。エメマン。エメマン。ちゃん焼けたっすね。ん、焼けたね。やばい、焼けた。まあ、ちゃんと胸を組んだ。胸さんがやばい。キム、日焼け止めなしでそれ。全然焼けないね。いや、多分焼けてます。でも目の周りが真っ白。ね、サングラス焼けた。今日フェス、胸を組んだ。ドクちゃんがやばすぎる。お姉さんでも昨日ここまでまくっとったでしょ。うん。ヒリヒリまで。やーい。買っちゃった。買っちゃった。怪しいな、引っかかってましたね。去年までこの壁が僕だったんです。へえ、本当ですか。そう、変えられちゃったんですね。この壁が、そうそう、新しい写真になったけど、この壁が僕とディーン・シルベスターが、ここに乗ってた。店員さんも知ってました。て、もちろん、もちろん。おおおお、タクーマ、オーケーなってたよ。
今からパブに行くらしいですよ。パブ？セクシーパブ。おお。タクマ here。おお、これほら。おお、タクマ。ディーンとハトタクマやってる。おお、本当だ。オッケー。でもディーンが主役ですね。このパターンがいっぱいあって、もう一個やつ見せるわ。まだあるんですね。わあ、うん。あ、そうか、優勝2人で優勝したから。うん、そう、2人で優勝したから。オッケー。オッケー。ワナワ。間に合わん。もう急げと。ハリアップハリアップと。間に合わんって言うから。